ここで頑張れなければもう僕は一生頑張れない、そう思った場面が人生で何度もあった。本当に一度きりの大勝負だから、これは取り返しのチャンスなんてどんなに泣いてもやってこないからって。例えば人生で一度だけ必殺技が使えたとしたら、使う出ないと終わりですか？きっとそんなことないよ。何度だって敗走して敗走して逃げ帰った道を何度も何度も登って、人は強くなる。ここで頑張れなければもう僕は一生頑張れない、そう思った場面が何で何度もあるんだ。本当は一度きりの大勝負なんてなくて、取り返しのチャンスはそれこそ取り切れないくらいあるってもんさ。例えば人生で一度だけ必殺技が使えたとしたら、今自分を壊してまでここでそれを打ちますか？いや、とっておきなよ。何度だって敗走して敗走して逃げ帰った道を忘れずに覚えてる。人は強くなるんです。100万回の敗走と100万回の悔し涙で、一度きりの凱旋を夢見て生きてやるんだ。例えば人生で一度だけ必殺が使えたとしたら、使う